ということですね、いよいよですね、明日が週チャンネル、11歳の誕生日、11月、今がですね11月25日の8時ですね。明日が誕生日ということなんですけども、はい、なんと、まあ、誕生日がねタイミング悪く野外活動、小学校の野外活動の日でして、はい、でもう荷造りが済んでね最後のお願いという感じでですね、ちょっと動画を撮ってみようかなと思ったんですけども、はい、さっきねちょっと携帯で見たんですけども、今のねトータルポイントが、17,499ポイント、さっき計算しました。ですから、まあ、約17,500ポイントで、で週チャンネルが欲しいって言ってるその公式グローブのお値段が、楽天さんで調べさせてもらいました。こちらです。じゃん、見えるかな、約25,000円の商品ですね。はい、約25,000円の商品を、はい、買いたいと思ってますので、はい、あと残り7,500ポイント、え、全然足りません、全然足りません。はい、ということで、まあ、もう最後のお願い動画なんですけども、あと1日で7500ポイントって結構厳しくない？で、まあ、ちょっと父ちゃんですね、まあ、ちょっと連絡して、みんなに連絡して、ちょっとチャンネル登録してよと、ね、頼んできました。え、頼んできました、たくさんね。本当ですか？いや、でももう そんなにたくさんいないですからね。まあ、職場と友達 と、まあ、携帯で連絡して頼んでみましたけども、うん、まあ、そんなにね、あれかもしれない。でもあれでしょ、なんか1000人いるんで小学校に、うん、小学校1000人いるんでしょ、で友達にね登録してもらったらすぐ達成って言ってましたんで、頼んだんでしょ。何その顔何その顔。頼んでない。なんか、あ、これじゃない、花じゃない。の間頼んだと頼んでないの間は、うん、頼んでない。頼んでないんかい頼めよ、1000人いるんでしょうね。だって恥ずかしいよ。明日や、あ、そうか、もう明日も、明日の朝からもう野外活動なんで、明日頼んでもしょうがないもんね。うん、どうするこれ、あと7500ポイント。だって前回の動画でちょっとお話しさせてもらいましたけど、坊主にしてでゲットするっていうパターンもありですよ。それもそのための企画ですから、もう2人とも坊主でグローブゲット。はいはい、はい、どうぞ、しゅうくん。楽天ポイント、楽天ポイント、父ちゃんの。バカかお前、父ちゃんの楽天ポイント狙ってどうするん。え、一応ポイントはポイントなんでて、同じ仲間なんで。確かに一番最初にその楽天ポイント、東ポイントは楽天ポイントとほぼ一緒とは言いましたけど、ね、いやこれちなみに言っときますけど、全然ないよ父ちゃんポイント。どうせ3万ぐらいだよ。え、3万もポイントあるかよ、あおか。これね、ちょっと待ってよ、1391ポイント。しかも期間限定ポイント540ポイント。おお、期間限定だからちょっとお安いですね。いやいや、違う早く使わねえけんやつだけど、いや、いいのこれ、いや、これ足していいのって話じゃないですか。でもいいんじゃないんですか。いいんですか。はい、でもその無理にそこまでして達成しなくてもいいから、父ちゃんの財布から出ていってポイントも出ていってどうするこれ。いいと思うって。じゃ、使っちゃいます。2万5000ポイント達成したらこれ使って、でちょっと安くしようと思ってましたけども、ちょっと使うのこれ。使っちゃいましょうよ使っちゃいましょうよって、まあそうか、まあいいや。この約じゃ1400ポイント、1391ポイント使ったとしても、あと6000ポイントありますからね。6000ポイントって言ってくださいよ。もうそれもうだって、600いいね必要ですからね。それもちゃんともう皆さんにお願いして、だからもうちょっとチャンネル登録、まあ、されてない方も見られてると思いますけども、じゃあちょっとねチャンネル登録してみようかなと思ってもらえるようにお願いすればいいんじゃないですか。あなたがチャンネル登録高評価お願いしますごまするなって